皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2022年12月19日月曜日、仮想通貨草コイン中野研究会、今日の今朝ですかね、昨日の夜っていうんですか、サッカーワールドカップ決勝戦すごかったですね。フランス対アルゼンチンでね、もう前半で2点アルゼンチン入れてしまってですね、メッシも頑張って、もう誰もがこのままアルゼンチンが勝って2対0で終わりかなと誰もがそう思ってましたね。で、まあ会場もね、フランスの応援がどんどん少なくなっていったみたいな感じになりましたし、もう後半もね、30分過ぎちゃって、もうあと15分くらいでもいいかなって感じだったんですけど、そこからねフランス2点入れましたからね。で、延長戦入んなくて、で、まあ PK でね、 PK 戦で、まあ PK 戦はね、マグレーとかウみたいなところも大きいんですけれども、アルゼンチンはね、一人たりとも外すことなく入れましたね。フランスはまあ2人入んなくてね、まあそれでまあ運で負けたって感じですね。フランスね、かわいそうでしたけども、まあ、僕はずっと見ててですね、いやー、こんなにもハラハラドキドキするサッカーってあったものなのかと思いましたね。いつかね、日本もですね、まあ、アルゼンチンも36年ぶりに、まあ、2回目の優勝ということでね、まあ日本もまだまだあと50年ぐらいかかるかなと思いましたね。アルゼンチンとね、フランスのサッカーの個人技の素晴らしさを見てると、あと50年ぐらいはかかるかなと思いましたね、サッカー日本のね。ただ いつかは世界一になるんでしょうね、日本もね。まあそれまでですね、日本のサッカーも情熱を絶やさないでやっていってほしいなと思います。で、今日の題目なんですけど、この動画を撮るっていうこと自体がね、もう2年も3年もやってなかったもんですから、また今日からですね、ちゃんとね、動画を1日1本ずつね、撮っていきたいなと思います。まあ動画大切ですよね、本当にね。で、今日はね、まあFX の話をするんですが、1000円を10億円にする方法ですね。まあ FX でってことですけれども、まあ他でもいいんですよ。普通のビジネスでね、ビジネスで1000円を10億円にする方法ってなかなかないね、ビジネスだとね。うん、あとは仮想通貨もまあ分かんないよね。無理でしょ、だっていつ爆発するか分かんないからね。それに時間かかりますね、仮想通貨はね。3年5年ってかかるよね。で、いつまたね爆発していくか分かんないし、株も分かんないしね。これから10年間ぐらいはまたね、これから不景気入ってきますからね。それに比べて FX っていうのは、景気が良くても悪くても横横でも関係ないですからね。毎日が大量バタですからね。で、まあ具体的な話をしますと、一番海外 FX、XM を利用すると、XM っていう会社ですね。はい、FX をできる業者ですね、利用すると、まあ、最大レバレッジ1000倍までかけられます。今現在1000倍ですね。ちょっと前まで888倍って言ってね、有名だったんですけどね、今は1000倍になりました。なので1000円とは言わずにね、500円もあればワンコイン500円ですね。100円でもかけられるんですけどね、実はね。100円でも50円でもかけられるんですけど、まあ、500円ぐらいがいいかなと。そうすると1000通貨かけられるので、1000の変動で10円儲かるんですよ。まあ、10円なんかいらねえよって話がね、あるかもしれないですけど、されど10円ですからね。10円を100枚集めると1000円になりますからね。
バカにすることはできません。次ね、2番、100銭1円の変動で1000円の儲けとなりますと。まあだからこれですね、まあ、1銭ですね、1銭の変動で10円儲かるから100銭、1銭の100倍ですね、まあ、1000円ですよね。で元で500円と合わせると1500円となります。これ元で500円ですよね。FX っていうのはね、手数料無料なんですよ。ですから勝っている限りは手数料は0円なんでね、ゲームセンターのね UFO キャッチャーのゲームみたく100円取られるってことはないんです。はい。勝っている限りは無料で遊べるんでね、まあ、手数料無料ですから、まあ、負けても手数料無料ですからね。ただ負けたら負けた分は失うことになるよね、自分でね。なのでFX っていうのは元でも取られないんです。タダでできるんですよ。タダで億万長者になれるんですよね。で3番、1000円通貨 ×3 に必要な証拠金は、実際にはね500円で1000通貨じゃないんですよね。今現在例えば136円74銭1ドルね、だった場合にはこれを1000通貨かける、そして1000倍で割るんですね。レバレッジ、最大レバレッジ1000なので、1000分の1でいいですよと、証拠金はね。そういう意味なんです。だからレバレッジないよと、うちはね最大レバレッジないよ、1倍ですよってことになれば割る1なんで、これ136,740円ですよね、1000通貨でね。だから1000の変動で10円儲けるために136,740円ということでやってらんないわけですよね。全然投資対効果が合わないわけです。136,740円投資して1000の変動で10円しか儲かんないと、こんなの誰もできないよって話になるわけで、日本国内では最大レバレッジ25倍って決まってるんですよね、法律で決まってます。で25倍だとここの割る1000を25になるんですよね。まあ、そうすると40倍ですね。だから136円74銭の40倍かけないといけないですね。だから非常にですね、費用対効果が悪いんですよね、国内だとね。海外だと費用対効果がいいのでですね、ものすごい儲かっていくわけです。で4番目、本来であれば500円証拠金あれば136円74銭マス ×3 で 3倍にしても410円22銭ですから、500円までいってないですよね。なので3000通貨かけられますよね。もう3000数百通貨かけられますね。でより早く億万長者に到達しますが、常に安全対策を取らなくてはなりません。まあ、逆に言っちゃった場合にはね、当然負け越すことになってしまうのでね、まあ、戻ってくればいいんですけどね、まあ、そのまま逆に言っちゃった場合には早く損切りしないといけないので、証拠金いっぱいいっぱい、レバレッジいっぱいいっぱいかけるってことは良くないです。で5番目、次からは複利投資となり、ひょっとしたら自分でも億万長者になれるかもと身近に感じることができるようになります。6番目、1500円証拠金あれば3000通貨かけられるので1000の変動で3000儲かるということですね。で7番目、100銭1円の変動で3000の儲けとなり、元で1500円と合わせると4500円となりますと。まあ、どんどん複利でね、掛け金を増やすことができるんですよ。レバレッジは一緒ですけどね、掛け金が増えていきます。で8番目、あとは証拠金がどんどん増えていく、まあ行くので、それに合わせて掛け金を増やしていくことができますと。例えば、まあ、証拠金2万円になれば
ですね、まあ、掛け金、まあ、1万通貨かけられるよと。そうすると、まあ、もっとかけられますけどね、安全牌を取って1万通貨、そうすると、まあ、100ピプス、まあ、100銭ってことですね。100銭、1円の変動ですね。1万円の利益になります。で、10万円、証拠金10万円あれば掛け金が、まあ、5万通貨で5万円の利益ですね。で、100万円あれば、まあ、もっとかける人いっぱいいますけどね、安全牌50万通貨で 100ピプス、100銭の変動で50万円、1000万円なんかね、すぐ行っちゃうからね、これね。で、掛け金500万通貨ということで、100ピプスの利益、100銭、1円の変動で500万の利益が出るわけですね。で、実際にシミュレーターで確認してみましょうということで、まあ、こう押すということで、これ FX 戦略研究所さんのホームページを見させてもらってるんですけども、まあ、ここはFX 複利運用計算シミュレーター、まあ、USDJPY で、これドル円ですね。で、当初資金はこれです。1000円。で、レバレッジは、まあ、大体、100倍ぐらいですかね。うん。まあ、1000倍まで使えるんですけどね。まあ、100倍ぐらいですね。で、1日の獲得ピプ数は、まあ、たったの10ピプ数にすると。まあ、普通の人はね、30ピプス、40ピプス取りますけど、まあ、初心者の人はそんな取れないんで10ぐらいです。勝ったり負けたり、勝ったり負けたりですからね。で、枚数上限はコンマ0にしといて、無限。で、通貨単位は1000単位でやって計算すると。そうするとどうなるかというとですね、あ、ちょっと待って、証拠金不足でしたね。すいません。ここ200でしたね。はい。レバレッジは200にしておきます。そうするとですね、あ、これ150ぐらいにしとこうか。当初資金は1000円ね。レバレッジは150。1日の獲得ピプ数は10、まあ、すごい少ないですよ、これ初心者ですよ。で、枚数は0と。で、計算してみると、まあ、大体、まあ、初日、まあ、1日10ピプスですからね。で、初日は、まあ、100円。まあ、1000通貨ですから、1000通貨の1ピプス、まあ、1銭の変動で10円ですから、10ピプス、10銭なんで100円。で、1000円から始めてるからね、100円足してるから1100円ですね、この日の夜は。で、まあ、次の日も100円。で、1、2、3、4。5、6、7、8、9、最初の9日間は1日100円しか儲かんないですね。で、9日目は、まあ、元金の1000円と合わせ1900円になるよと。こんなのやってらんないよって言うかもしれないですけどね、まあまあまあ、複利の力って恐ろしいからね。まあまあ、まだ聞いてください。で、まあ、次の日はようやく200円かけられるぞ。で、午後も次の日も200円ね。12日目も200円。1日200円しか儲かんないんだったらパンと牛乳だけで終わりだよとね。もうそれも使っちゃダメですよ。使ったらダメですよ。元金複利で増やさないといけないからね。これ全然使っちゃダメですよ。まだまだね、まだまだ100円たりとも50円たりとも使っちゃダメですよ。で、まあ、土日休みですからね、FX はね。で、まあ、大体一月、まあ、祝日はやってるんでね、一月に22日ぐらいやってますけど、まあ、自分もほら、病院行ったりなんかあるから、1日20日間ぐらいしか FX できないですよね。ね、仕事やってない人ですよ、これ。自宅警備員の人でね。そうすると、まあ、最初の1ヶ月で、まあ、1日500円稼げるようになると。そして、まあ、元金は1000円から5100円ぐらいになるかなと。まあ、これは、誰でも行くんですよ。誰でも行きます。まあ、
まあ実は最初に1日目でね、1000円が500、あ、5100円、まあ4100円儲けると、これは最初の1日目でも言っちゃうんですよね。で、こうじわ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 と、27日だと1万通貨かけてですね、10ピプス、10銭、1000円ですね、儲けがね。まあ、で、自己資金もようやく1万200円になったと。まあ、これも初心者でも1日2日でいきますね。で、ようやくね、2ヶ月終わったと。で、1日3800円稼げるようになると。これ大きいですよ、1日3800円って。非常に大きいです。で、まあ、残高もね、1000円から38,300円になると。まあ、これもね、初心者の人でも2、3日で行く人もいるんですよね、1週間とかでね。で、ただまだまだ食べれないですね。1日3800円中家賃払えないよってことなんですが、こう同じことやってるだけなんですよ。同じことやってて、3ヶ月目終了60日でね。そうしますと、なんと1日3万300円稼げますから。ね、週1回稼げるわけじゃないですよ。毎日ですよ。前日は2万7300円、当日3万3000円、翌日3万3700円、その翌日は3万7400円と。で、まあ、トータルすると、1000円が30万6100円になってると。ね、複利ってすごいんですよね。で、まあ、80日目にはですね、なんと、1日24万5300円稼いでます。たった10ピプスですよ。10銭の変動だけですよ。これ、毎日ですよ。前日は22万1000円、当日は24万5000円。翌日27万2000円、その次は30万2300円。すごくないですか、これ。で、貯金も1000円だったのが247万2500円になってると。まあ、この辺ぐらいになるとね、だいぶもう楽になって、毎日が初任給ですからね。毎日ですよ。毎月じゃないですよ。毎日が初任給なんでね、勝ち起こった顔になりますね。で、なんと見てください。ここですね。94日目で1000円だったものがですね、1000万円になりますね、預貯金が。で、しかも毎日100万円以上稼げるようになります。これになってくるとね、毎日中古車が、まあ中古車っていうか軽自動車買えるようになりますね。毎日ですよ。毎日100万以上入ってくるんですよ。そしてここですね、116日目ね、わずか116日目ですよ。さっき80何日って言ってましたけど、116日目にですね、預金が1億超えるんですよね。はい。そしてまあ10億って言いましたね、さっきね。116日目で1億、10億いくには、ここですね、138日目。116から138日目ですね。22日後にですね、1億から10億いくんですよね。100万、1000万、1億、10億ですね。10億飛んで、600万ぐらいですね。で、1日ですね、毎日の、利益が1億ですね、これね。1億500万ですね。これ毎日ですよ。前日は9476万5千円。当日は1億500万。その次は1億1600万。その次は1億2960万ですよ。毎日ですからね。こうなるとですね、毎日車買えるところじゃないですからね。毎日家買ったって余りますからね。毎日 1億ですからね。はい、こうやってですね、これ同じことやってるだけですからね、この1日100円しか稼げなかった日々、ね、9日目までね、で、10日目からは200円、同じことやってるだけですからね。はい、で、増えたお金は、FX で増えてるだけですからね。同じことやってるだけですからね。できないことないですよね。はい。
で、シミュレーターによれば138日目で証拠金は10億円。あれ ?138 だったっけな ?10 億円を超えます。レバレッジは150倍です。しかし、ほとんどの人は、総資産100万円に達することもなく退場してしまうんですよね。100万、200万、300万ぐらいで、ビビって退場しちゃうんですよね。それはなぜでしょうか?考察してみましょうということで、今日はね、考察しないで終わりで、次から考察に入っていくんですけども、なぜ自分はね、100万円止まりでいつも、パンクしちゃうんだと。なんで私は400万まで行くんだけど、必ず400万以上行かないでね、全部持っていかれてしまうと。なぜなんだろう、なぜなんだろうってみんな考えるんですよね。で、上達してね、徐々に枠が増えて、800万、900万、1000万まで行くんだけど、その先が行かないと。そしてまた自分でね、50万、100万用意してスタートすると。その繰り返しなんだよっていうね、相談をされる人すごく多いです。で、これはね、何度も言ってますけれども、高所恐怖症と一緒ですね。地面の上にですね、細い板を置いて、その上を歩いてもごらんって言ったら、誰でも上手に歩けるんですよね。でも高層ビルの上でですね、空中でですね、頑丈な鉄板のですね、鉄板の上、細い鉄板の上歩いてごらんって言うと、誰もね、怖くて歩けないんですよ。同じことやってるだけなんですよ。はい。要は、心の持ち方だけなんですね。ではね、今回はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。